た通知が来ちゃった。こんばんは。ごめんね、ギリギリになっちゃった。ごめんね、ギリギリになっちゃった。ごめんよ、めっちゃギリギリになっちゃった。明日入試、え、明日高校入試なの？そんな時期？高校入試早いね。千一頑張ってね、頑張ってね、入試頑張って。ごめんね、遅くなっちゃって。寝つけないからって、赤ちゃんみたいね。ごめんね、ごめんね。もうそんな時期なんだね、懐かしいの。あの料理はね、もう適当飯だよ。超絶ダイエット飯、超絶。大学入試も明日なの？早いね。資格合格、おお、おめでとう。いや、なんか最近すっごく思うのが、私の代ってもうみんな二十歳になったりとかもうなる代なんですけど、あのね、今の時期って結構みんなの中で、なんて言うんやろ、2年生大学とかさ、短大の人ってさ2年間で卒業だからさ、もう卒業で今から社会人になるみたいな代じゃないですか、代じゃないですか。で、なんかあの私のね同級生が最近すごくね、なんか結婚してるんですよ。なんかそういう歳なんだな、もうって思いました。もう私と同い年の同級生の子がママになってる子もいっぱいいるし、結婚してる子も結構いるし、普通にで社会人になる子ももういるから、いっぱい。さちゃん、ありがとう。いるから、いっぱい。なんかもうそういう年なんだなってなんか思って、なんかちょっと怖ってなりました。自分がもうそういう年に来てるのが怖いなって思いました、すごく。白玉さん、ありがとう。なんかこう自分で人生を選択して決めれる年なんだな、もうって思いましたね。ひえぽん、ありがとう。今もありがとう。なんかこう一言に思えない年なんだなっていうのが、なんか社会人っていうのが、私はもうある意味社会人なのかもしれないけど、みんなより。でも子供産んでることかな、すごいなって思わない？なんてユラが子供を産んでたら絶対やばいよ。七センシズさん、ありがとう。だからなんかすごいな、みんなって思いました。今の時点でね、今後の人生をこう選択して決めおるわけやけん、みんなそんなことができるなんて、みんな大人だなって思いました、すごく。あの私がね高校生の時にめちゃめちゃ仲良かった子が、1年生の時にあのもう出産してて、出産の時の話を聞いてもうすっごいびっくりして、うわそんな壮絶なんだと思って、いやなんかみんな私と同い年でそんな頑張ったりこう人生を歩んでってるのに、なんか私はなんかまだまだだなってすごく思いました。だってか全く考えれない、結婚とか全く考えれなさすぎる、二十歳で結婚とか早すぎるっていうのがなんか私の
意見なんだけどね。もうそれも古いのかな。ひでぽんありがとう。そうね、学生の人もいっぱいいるし、こう2年間の学校の人はこう美容学校とかはね、卒業で美容師になるって言ってる子がいたりとか、保育士になるって言ってる子がいたりとか、みんな、あ、もう人生を選択してるんだな、すごいなって思った。当たり前だわ、ユラは全然だわ。アイドルになれてよかったなって思う。だってアイドル以外何もやりたいことがなかったから、アイドルになれてなかったら今頃ゆらは路頭に迷ってるだろう。何やってるんだろうって思う。なれたのすごいなって思ってる。でも自分でもみんながいなかったらなれなかったけど、そういう形のオーディションだったからゆらは絶対なれたんだと思う。みんなが投票してくれる形のドラフトだったから。シンジさんありがとう。なんか高校の時とかもやりたいこととかアイドル以外なかったから、最初大学もどうしようって思ってて。アイドルしかなりたいものないのに、これ以上勉強してもって思ってたし、普通になんかあんま慣れてよかったなって思います。誰に憧れてたの？ AKB はずっとともちんさん推しでした。ともちんさん大好きだった、ずっと。台湾ヨロレスありがとう。そうなんだよ、 STU メジャーデビューから1周年だって。1周年、暗闇から1周年。まだ1周年なんだ、もう1周年なんだ。どっちですか、みんなからしたら。1年早い。あ、私はもう1周年なんだって感じだけどな。台湾ヨロレスありがとう。涙メタコありがとう。去年の今頃はドラフトが1月の20何日？え？ 1 月だったよね、ドラフトが。だからもうドラフト決まって、ドラフト決まってから契約するまでの宙ぶらりんが何の連絡もなくって、本当に自分 ST になれたのかなって思いながら、学校も行かずバイトもせず何にもしてない、ショールームもできなかったから、変な宙ぶらりんの期間ですよね、去年の今頃は。めっちゃダイエットしてた。ビエルマさんありがとう。ゆうちゃんにまた会いたいよ、来て。皆さんありがとう。なんか早い、なんかアイドルになってからの、アイドルになってからの1年はすごく早かったなと思いますね、ゆら的に。お色でめっちゃ出てびっくり。それな、もうゲソってた。あの時は人生で一番、人生で一番痩せてました、あの時は。そう、お披露目までにめっちゃ痩せてた気がする。本当にもうご飯食べてなかった、あの時は。休みの日は何してるかな？
これそうだね、どうだろうね。なんかやらないといけないことがあったらやるし、何にも本当にないって時はなんか病院いろいろ行ったりとか いろんな病院に行ったりとか、あとはなんかそうだな、何だろう、買い物はあんまり行かないかも。お姉ちゃんと一緒に出かけることとかが多いかな、最近は。休みだったの。怖かった時は行くね、来てね、翔也、ありがとう。そうだよ。好きなんですよ。だから暇さえあれば、なんか別に悪いところがなくても病院巡りしたりしてる。あ、暇だから病院行っとこうとか 感じ。でも最近は本当お姉ちゃんと出かけることが多いから。お姉ちゃん、私もあれなんだけど、車運転できるんだけど、免許は持ってるんだけど、ST になってから運転はしないようにしてるんだけど、お姉ちゃんはめちゃめちゃ車運転できるから、お姉ちゃんにいろんなとこを連れてってもらってる、車で。ケニーだよ、ほいさん、ありがとう。どこも悪いことがなくても病院に行ったら何かあるから。あ、そう、皮膚科とかそういう系だよ、歯医者さんとかそういう系。内科とかはさ、行かないけど。はじめまして、ST のゆらりんことゆらあかりです。なに病んでるわけではないんだけどね。なんかでも皮膚科とかはしょっちゅう行くんですよ。なんか症状なくても普通に最近乾燥してくるからとか お薬もらいに行ったりとかする。やばい、もう54分だ。今日の歌を決めよう。それな、早起きをしてね、ちゃんとご飯を食べてれば人間ね、あれよ、健康に生きれるんよ。なんでそんな当たり前のことがねできないんだろう、私は。今日は暗闇だね。ちょっと iPhone に映すね。